モンスターハンターアイズボーンとけて、今回は、ワールド最強の敵悟空ベヒーモス、最強のミラボ装備でいったら楽勝に勝てるんじゃないかというわけでね、まあ前の動画で、アルバトリオをね、ミラボ装備でいったら楽勝すぎたみたいな動画を出したんですけど、まあそれの第2弾みたいな感じですね。もうね、ワールドの時の最強の敵なんてね、もう今このミラボですよ。もうさすがに勝てる。まあ、実はっていうか、まあ、動画出してんだけど、前にね、ベヒーモス、ソロで一回討伐しに行ったんですけど、その時のね、装備が、カイザーブラキの総中魂で行ったんですね。達人芸と挑戦者で。で、まあ、制限時間30分の試合で、なんと残り3秒で倒すというね、もうなんて感動的な試合なんだっていうか、まあ、時間かかりすぎだろうっていうか、まあ、お前マスターだぞと。マスターの装備で残り3秒とかいうね。まあ、もうバカみたいな試合をしたわけですよ。でも、もうね、今はこのミラボ装備です。もう、これね。ミラボ装備。さすがにね、もう3秒とかいう無様な戦いはしないはず。多分ね、もう20分ぐらいで勝てるよ。うん。20分かよとか思わんでね。俺だから、俺が操作するからね。20分でも怪しいぐらいですよ。まあ、かかって25分までには倒したいところ。まあ、でも、スキルがね、もうこんだけ詰めてるからね。まあ、あの頃じゃ考えられない。あの頃ってか、まあ、ワールドの頃とか、カイザーブラキの頃とか。だってもうカイザーなくて殺人芸発動するんだから。今の時代。もうこのミラボの時代。なんでね、今回このミラボ装備でね、極みベヒーモスボコボコに、まあ、頑張って20分ぐらいで、いけたらね、倒せるんじゃないかな、というわけです。多分もういけるよ。だって、ハンターランク50以上だよ。俺もうマスターランクだからね。もう違うから、位が1個違うから。まあ、多分勝てるはず、さすがに。もう3秒はないはず。頑張っていきたいと思います。はい。極みビーモス討伐戦というわけで。まあね、持てるものは、もういろいろ持ってきた。鬼人薬とかね、粉塵とかね。もうこういうのはもう全力で使ってって、でも全力でぼこしていくしかない。うん。マジ覚えてるかなっていう問題、あとは。敵の行動とかね。もうだって、前に行ってから、どれぐらい経っただろう。半年ぐらいは経ってるでしょ、こいつ。半年前なら、まあまあ動きは覚えてた。もう今はもうマジで忘れてる。どうしようかな。もうとりあえず、上を落とせばいいかな。落ちるこれ。上落としてって、あ、コメットね。コメットは、なんかいい感じのところに置いといて、落ち来ない。もうこれ、岩に倒らなくて、俺が殴った方がすぐ倒せる説あるかな。あら。これダメかもしれんな。待ってよ。とりあえず岩を当てていきたいの、俺は。いいからそればっかしなくていいから早く来て。こいつうざいなぁ。まあ、いっか。当てれるときに当てればいいか。はい、はい。せい、せい。ピエンが変なところに当たる。あ、総意も来ていこう。いった。ああ、やべ。これ当たるかな。ミールストームこんなところで出たら困るなぁ。あ、総意もガンガン。どっちか来ようかな。不動でいいか。不動来て、もうガンガン攻めていこう。まあ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 、もう、ワールドだから、火力はね、そんなに高くないから、まあ不動も来てるし、全然効かないから、もうガン無視で、とりあえずぶん殴っていって、やけどがうざいね。もうでもやけども無視して、もう回復力が高いから、もう殴るだけで回復しちゃうの。全然関係ない。はい、はい。またもう一個ミールストーム出るけど、これはいいね。敵がのけぞった。お前ワールドの敵だから、もう、悪いけど。格下だからね、もう。あ、やべ、コメットさん。コメットさんなんか、まあまあそこならよかろ。で、まあ、ミールストームね、どうしよっかな。オッケー、不動が切れたから、まあ、とりあえず脱いで、嘘だろ？オッケー。愚か者。もう一個は？これか。こっち来いよ。怒った？怒ったね。怒ったね。怒る相手を間違えてるんじゃないか？
間違えてはないわ、俺だわ。怒る相手は間違えてなかった。マジで？はいー。で、回避の装備着ていく。バカめ。バカめが。お前がまあ、アイスボーンの性能になって帰ってきたらさすがに俺はもうやばいと思う。さすがにね、もう倒せねえよ。おっと。キエン、頭に当てていく。これ入れたい。オッケー、入った。これ来るな。オッケー、これなんかいっぱい来たね、そういえば。うん。1個だけじゃなかったね。オッケー。よいしょ。硬いな、お前。これでも一応切れ味紫でーす。オッケー、入ったかな、今。いや、でもまあ、ブラキの頃と比べて、もう全然、快適さがさすがに違うし、やべ。コメットどこにあったっけ？あ、しっか。俺のためのコメット。これ大丈夫だよね。オッケー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 。早ない？早くない？まだ5分ぐらいしか経ってないよね。あの、上の時計見る感じ。ちょっと見てみよう。5分ですよ。6分。え、早くない？え、バカ早くない？あ、待って、これ、確か石落としてなかったっけ？石落としてて、あれだ。で、なんかあの、何回か当てたら、テキシ取って、なんかのミールストーム使わなくなるみたいなのだったよね。確か。俺の記憶と戦う試合になってる、このクエスト。だいぶ早いよね。まあ前がどんぐらいだったかも覚えてないけど。でもまあ30分の試合で第一関門を5分で突破するのはまあいいんじゃないの？で、ここで確かこれ何回か当てたら敵取ったはず。OK。怒んない？はい。あ、怒ったかな？ OK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 。よっしゃー、いいね。わかりやすーい。不動来て、行って。待てよ。サンダーボルトはまあ避けて、白取ったから不動で、疲れてるな、バカ目が。切ってくれるわ。はい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 、いいね、はい。強さを実感する。強さを実感するよ、俺は。しょぼいな、お前も。弱なったよ。これが時代の流れ。お前はもう時代遅れ。いいねー。あ、しくじった。当たらん。うわ、なんか飛炎が顔面に当たる。メテオとかもガン虫。もう知らんわ、そんな。メテオとか知らんわ。小さい災害、そんな、俺にとって。オッケー、いいねー。いいよ。マジでちょっと10分とか、それぐらいで終わって、10分では終わんねえだか。10分では終わらんだろうけど。やけどが痛いのかな、これ。やけどが痛い説あるな。ほい。ほい。いいねー。ほい。いいね、いいね、いいね。俺のターン来たよ、俺のターン。はい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 。ミールストーム。ミールストームが来るときに不動切れちゃうか。痛いなー。回避の装備切る。コメットの周りで暴れんでほしいな。ほい。オーケー。硬いなー、マジで。ほい。ほい。見る、ここで来るの嫌だな。オッケーオッケー。はい、刺していく。はい。まあ、そろそろ来んじゃないの、メテオが。あ、こっちじゃなくて。エクリプスメテオの方が来るんじゃないの。来たねー。待て。待て待て待て、どけおら、どけ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 。オッケー。危ない、これ大丈夫？お、よかったよかった。段差が怖かったわ、ちょっと。え、早ない？今10分だよ。え、1ステージ5分ぐらいで終わってるよ。じゃあもう20分で終わるじゃん。え、もう、やっぱミラボレアス最強っていうのか。これは証明されるんじゃなくて。粉塵使って。OK。飲んで。なに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 、うわー、それか。あ、はいはい、うわー、はいはいはい。もうわからんわ、お前の行動が。か、切れるー。痛がる。俺も殴る。これ刺した方がいいかもな。跳ね返るしな、変なとこ当てたら。待って、お、怒ったのか。オッケーオッケーオッケー。
何？あ、あれか、角だ。角で列車来るやつやね。はいはいはい。でも大丈夫、あのそれは覚えてたんで、あのあジャーキー持ってきてます。オッケー。メテオも来ないから、お前のメテオ呼んでも来ないから、俺が先に来るよメテオ。はいはい、こけまくりってしまいな。なんだってあ、これ、うおお、あ、はい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 、オッケー。クライムシこれは、あ、はいはいはい、衝撃はね。何、あ、しっぽ、しっぽ、おぶねえ、しっぽ。何、あ、角だ、角、角、オッケー、危ねえ。俺はな、何度この角に殺されたと思ってんだ、あの頃。相当殺されたよ、あの角に。だが今も違うから。装備が違うから。ごめんね、もう。ランクが違うから、お前とは。もう俺が、こいつを、ミラボで、楽勝で、倒すことによって、お、何、ジャンプした、ジャンプした。え、おー、いや、なんか出た。俺がな、このミラボ装備で、ソロでお前を倒すことによってな、まあ誰でも倒せるんやこいつって思えるようになるじゃん。この人が勝てるならまあ俺でも勝てるはずって思って、みんなベヒーモスいけるようになるじゃん、気軽に。あい、おー、あー、それもっかい来るやつや。あー待てよ、オッケー、優しい。そういきましょう。不動ですね。これコメットまだ落としてないよね。でももうそろそろなんか奇想感あるよね。回る回る。コメット落ちてないけど。落とさなかったっけ？もうこの火山ステージになったら。やばいやばい、おー、優しい。オッケーオッケー。はいはい。あー、お、あー、そっちか、よかったよかった。角かと思った。尻尾に刺してこっち向いたところを飛燕を当てようかと思ったけど、お前は回転するのね。せいせい。せいせいせい、はい、後ろ足、うがってうがって、吸収をうがつ。オーケー、いいね、入ったー。マジでなんか危ないわっていうところが今のとこ全くないけど。ん、あれ、落とさんかったよ。え、クリップスダメージ与えすぎたみたいな。あれ、火力、火力っていうか、まあ、ダメージ与えすぎたら落とさないんだね。もはや。あの頃は、4回ぐらい落としてたのに。あ、そっか、ここがあれか、DPS チェックのところか。で、普通に行ったんだ、もう。あ、じゃあもう落とさなくて行くんだね。もはや、今になってその発見。もうなんだろう。次のステージ行くときは絶対にさ、エクリプス落としていくもんだと思ってたから、もうあの頃はね、4、5回、くらいにくらいまくって、毎回頑張ってかわして、まあ何回かくらったけど、やってたのに、一回も落ちないってことがあるんだね。だからコメット落とさなかったのか。そういうこと？待て待て、オッケーオッケーオッケー。回避のそういう切る前にエキス取りたいな。よいしょ。違う。赤白さん、オッケー。で、回避切る。この地面、あ、何？マグマ？バカメが、バカメ、バカメが、オッケー。ええ、何？おい、もう地面。やべ、ここにミールはやばい。ここにミールはやだー。まあお前はな、一人じゃ勝てないからな、もう俺にはな。まあせいぜい地形に協力してもらうんだな、バカメが。オッケー。俺今日何回こいつにバカメがって言ったんだろう。あ、大丈夫？え、何？あー、飛んだだけか。回る？違う、角回しだった。まあでもなんかかわしたからいいんだけど。はい、あ、やば。やばいガン、あー、許せ。許せ。許せ。オッケー、ナイス、ミール。うわ、危ねえ。あー、もう、どっちにしろ危ない。はい、衝撃波。はい。やばい。あー、お、オッケー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 。待って、早く、早くしてほしい、待って。やめて！やめて！死にたく！え、待って、マジで言ってるそれ。撃つしかなくない？オッケー。あ、ミールだ、やった。よかったよかった、飛躍のもう。あぶねえ、マジで死ぬかと思った！やめてくれよ！さすが、ベヒーモス。俺が認めた男。いて。回避塗りたいな。
いて。ちょっと待って待って待って。本気出してない？ごめん、バカにしすぎた。ごめんごめんごめん、許せ。それは俺が悪かった。これは衝撃は、あ、あった、当たるんかい。これ、か、やりすごーしいの。いった、ちょっと、地面。いった、あ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。危な。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。危な、危な、危な、危な。もう言葉出らんかったわ、今一瞬。やばっつって。オッケー。危な。この検証終わるとこだったよ。楽勝すぎたが、楽勝じゃねえじゃねえか言って。まあ楽勝じゃないけど、今。まあでも、あ、コメント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 。よしよしよし。オッケーオッケー。後ろ下がっての飛燕かましいの痛いのあれ、コメント大丈夫かな、あれ後ろ回れる？オッケー、G メン。エクリプス、オッケー、うまい！はい！オッケー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 、やべ、回復すればよかったかもしれないな、オッケーオッケー、そんなことはなかった。バカめ、俺の強さを見くびったか、バカ者め。まあミール来るけど、ガムシで攻撃していく。当たらんけど、まあそれはグラグララ、オッケー。グラララって何？そいつの攻撃グララっていうやつおんのかな、お前。ミールの構えはまあ走れ出そうか。よいしょ。で、回避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 行きたい、回避行きたい。あ、もう、そういうとこ、お前の悪いとこ。オッケー。ありがとうよ、火力アップ。いて、列車、列車入んのそれ。まあ、列車は直さんといけんわ。残り10分です。もう倒す、もう倒す、もう倒す。悪い悪い、もう倒す、もう倒す。オッケー、こけ、おい何、もうやめて、地面まで。うわー、なんてところに転んで、ぐれ、うわー、切れた切れた、やったやった、うらー、地面ファイヤー、きつそ、危ね、え、あ、あ、大丈夫、はい、いった、あ、やばい、ちょっと待って、それはひどいんじゃない。いや、ワンチャン、おいえいや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 、まあ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 、しゃあないよ、これだって絶対死ぬもん。うん、待たせたな、ベヒモス。ミールストも置くと。いやー、さすがに無理だったな、案外。もうなんか感覚でいけるかなって思ったけどね、メテオ余計。待て、早かったのかな、もう分かんないわ。おっと、オッケー。あ、不動溜まったね。不動来て、まあ、一気に終わらせよ。もう終わると思うんだけどな、マジで。あ、で、あ、それ飛ばしあったっけ。待てよ、オッケー。もう終わるだろ、さすがに。え、いつまで、なごない、ミールか、まだ。え、マジで残り3秒説あるの。ミラ、あ、コメント来た、よかったよかった。壊れるよ、壊れるよ。オッケー、イエンが変なとこ当たる。はい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 、オッケー。もう終わり、もう終わり、もう終わりだから。まだミール何回？はい、はい、はい。オッケー！待て。これはさすがに間に合うよね。え、嘘でしょ？おい、嘘だろ？終わったー！いや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 、待って。かっこ悪いって。いや、かっこ悪いって、それは。ちょっと待って、まあまあまあ、まあ、残り何秒か見よう。残りに、あ、もう24分、オッケーオッケー。まあ、言った、思った通りぐらいですよ。予想通りぐらい。まあ、20分で、多分ね、ぐだらなかったら20分以内に討伐してたと思う。
しゃあない。半年のギャップがあるんで、それは許して。まあ、メテオ2回食らったし、コメットね、間に合うと思ったのにね。なんか当たったね。ミルストーム？ミルストームかな？ミルストームかマグマかわかんないけど、なんか当たって、無理だったし。まあ、ほんとこの最後のね、このエリアだけが、なんか、10分ぐらいかかったと思うけど、その他のね、エリアとか、まあ最初とか次のエリアとかね、だいたい5分ぐらいで終わってたんで、まあもう、ほんとミラボ強えなっていうことですよ。ミラボは強かったということです。要するに。いやまあでも、ダメージもね、そんなに強くないし、敵のね。まあやっぱうざいのは吹き飛ばし攻撃、吹っ飛ばし攻撃？あれで動けなくなって、まあ裂傷やれ、やけどやらで、まあじわじわやられていって。まあ普通に多分回復とかしっかりして、まあ普通に何回もね、行ってね、相手の行動を覚えていれば、まあ楽にいけるんじゃないかな、もうさすがに。もうミラボ装備なんで。まあこれクリアしたらね、総中魂のゲイボルグのね、重ね着もかっこいいのを作れるんで、まあぜひ、今まで作れなかったよって方はね、まあこの俺でもね、最強ミラボ装備でいけば、まあ24分はかかってますけど、まあクリアできるんで、まあ何回も何回もやればね、まあ20分とか15分とかでクリアできるようになると思うんでね、ぜひ、挑戦してみてください。ではご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。